皆さんこんこにちは大事です、えー、今日はスクールをやってました、えー、38期デイ15、えー、スタートしてもうね5か月になるんだねやっぱみんなすごい上手になってるし理解度も上がってるしね良かったんですけど今日はね一、えー、日の最後にペーパーテストをやってました <laughs> まあドラーだとかねコーチングだとかのまあなんか理論とか技法とかについてねあの自分がどんなふうに考えてるかとかどう説明するかっていうのを書き出してもらうテストなんですけど、まあ、ちょっと変わっててあの事前にどんなことが問われるかは 公表してるんでまあ準備したりねみんなでディスカッションしたりは散々できるしでもなんか自分の理論的な部分と実践例とかね具体例を合わせながら説明するまあ要はあ,のあれなんですよね、えー、クライアントさんだとか、まあ、それからコーチング、ね、学びたいっていう人に説明するための練習みたいなのでもあるしやっぱり自分が散々これまで実践してきたことの、ね、背景にある理屈とかねあのそのスキルの意味をもう一回考え直したりすると。でそれを説明しようととすると、ね、やっぱり自分の 振り返りにもなるしで技術的なねその向上っていうのに実はつながっていくところもあってまあだから、えー、テストなんかをやってますであの今日はね終わったらねあの自己採点してもらったので自己採点は全員100点ねでなんでかって言ったらあの今日のね、えー、自分の全力を出し尽くしたって意味では100点だしねで自分の考えだから別にあの引くところがないんだよねでもっと改善したいはあってもいいけど で100点でねでどこがやっぱりいいなとかねあの我ながらなんかよく書けたなとかねこういうことをちゃんとしっかり人に伝えようとか思えるところをねあのアンダーライン引いてもらったり丸つけてもらったりね自分でなんかコメント赤ペンで書いてもらったりとかってしてでそれを提出してもらってで私が読むとで私が勉強するというねあの、まあ、そういうテストだったんだけどあの非常に何て言うのかなやっぱ。 コーチの仕事の一つはやっぱりコーチングについて説明できるとかねで理解してるっていうのも大切なことだからあのみんなすごい真剣に取り組んでくれてで楽しくあの書いてくれてで、早速ね終わったらあのオンラインの、ね、グループでみんなであの自分が書いた回答を、ね、シェアし合ったりコメントし合ったりとかしてみんな盛り上がってましたけどやっぱなんかねそんな風に一緒に学んでいけるってすごい素敵なだなと思うし僕もねああこういうの自分の本の中にもねこういう表現入れたいなと思うようなあのフレーズをいろいろね見つけられたのであのニコニコしながらて 出ましたとということですぜひあの皆さんも時にはちょっとねなんかテーマ決めて自分が、えー、まあコーチングだけじゃないですけれどもね大切にしてることやってることについてねあの説明するっていうねアウトプットしてみたりするとねあのまた理解が深まったりとかモチベーション上がったりするんじゃないかなと思います。ということで参考までそれでは。